こんにちは、ハイズラボです。今回はこの富士通ノートパソコン FMV ライフブック AH42D、 このライフブックですが、インターネットで YouTube を視聴すると CPU 使用率が 100% に達し、カクカクしてしまい、一気に動作が遅くなるのでストレスを感じていました。そこで少しでも動作を改善するために CPU 交換をしようと思います。FMV ライフブック AH42D の搭載 CPU は Pentium B940 ですが、コストパフォーマンスを考えて i3-2350M に決めました。それでは作業の方を進めてまいりましょう。まずはパソコン底面のバッテリーを取り外します。底面カバーにネジが6箇所止まっているので、プラスドライバーを使用して外していきます。爪を折らないようにカバーを取り外します。カバーを取り外すとマザーボード等が見えるので、まずはファンのコネクタを抜きます。その後にプラスドライバーでファンのネジ3箇所を取り外します。ファンとヒートパイプは一体型となっているので、無理やりファンを取り外さないように注意してください。次にプラスドライバーでヒートパイプのネジ4箇所を取り外します。ヒートパイプとファンを左にずらしながら取り外します。ヒートパイプについているグリスを見てみると、案の定乾燥しています。CPU についているグリスもやはり乾燥しています。ヒートパイプについている古いグリスをエタノールやアルコールが入ったウェットティッシュ等で拭き取ります。見ての通り、拭き取りというより剥ぎ取るに近いです。CPU を取り外すので、古いグリスは拭き取らなくても良いのですが、今回はいつもの癖で拭き取ってしまいました。このノートパソコンのマザーボードはネジを180度回して CPU を固定するタイプです。マイナスドライバー等を使ってロックを解除します。あとは CPU を優しく取り外します。CPU 底面のピンに触れないよう気をつけましょう。そして今回取り付ける中古のインテルコア i3-2350M。 CPU は取り付け位置が決まっています。 CPU の角に三角マークがあるので、マザーボードの CPU 装着箇所の三角マークと CPU の三角マークに合わせて取り付けます。マイナスドライバー等でロックします。次にグリスを塗ります。今回も以前の動画で使用したクマさんグリスを使用します。CPU の銀色の部分に豆粒程度のグリスをつけます。ヘラを使ってグリスを薄く均等に塗っていきます。
グリスを塗り終えたらヒートパイプとファンを取り付けます。プラスドライバーでヒートパイプのネジを4箇所締めます。同じくプラスドライバーでファンのネジを3箇所締めます。カバーをし、プラスドライバーでネジを6箇所締めます。最後にバッテリーを戻して、完成です。早速電源を入れてみると無事起動。専用ソフトでインテルコア i3 と認識しています。CPU 使用率を調べると50% 以下、だいぶ機敏になりました。カクカクすることなく快適に YouTube を見られるようになりました。メモリはすでに増設していたということもあるかと思いますが、CPU を Pentium からコア i3 に交換しただけでも一気にパワーアップしました。交換も手順等を間違えなければ2000円程度で済みます。 CPU は少しでも性能の良いものを選びたい方は CPU 交換というのも手だと思いますので、ぜひお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。